バカ !1000 万いっとけ <laughs> はい、皆さん、こんにちは。ごき士の三村です。今回は、ネット対局有限の間の大型アップデート2つの機能を紹介していきます。これは、日本金のホームページに出ています。この紹介ですけども、まずこのね、画面見てわかるかと思いますが、このね、コインの絵が出てますよね。コインの絵が出ている。勝敗予想機能というのができました。この画面だと、その一力両九段と、 サジゴー九段が対局をして、えっ、ー、と、倍率が1.3と4.2とか出てますね。このようにかけて、オッズがついて、それによって、その入ってくるコインが変わってくるということで、で、これはね、昔私たちはね、タイゼムでね、今は東洋囲碁という名前に変わりましたけども、韓国の対局サーバーで、こういうことをやってました。自分の後に、 けたりとか、その仲間の騎士にね、かけて見ていると、すごく面白いんです。あのドキドキするし、あの勝ってポイントが入ると気持ちいいですし。でえー、私なんか、結構ね。そのちょっと苦しい目の方に、倍率の低い方にかける方が好きなタイプなんですけども、はい、ということで、その、えー、後でね、有限の間のソフトで見せていこうと思いますけども、でもう一つがですね、この、えー、お二人。 実沢里奈さんと上野あさみさんの顔が出てきましたけども、ビロ読み係の音声が追加された。このトップ2の、ね、女流騎士が2人追加されて5人になった。今までは、 吉原ゆかりさんと万波かなさんと中島美恵子さんの3人の中からどれ,どれにしようかななんてやってたわけですけども。で、私はね、万波かなさんの声でいつも対局をしていました。あの、相性ってありますよね。声、私の耳的にはすごく打ちやすいのが万波かなさんだったんですけども、それを超える声になっているかどうか、まあ、それも試していきますので、お楽しみにしてください。では早速ね、有限の間のソフトの方を立ち上げていきましょう。よろしくお願いします。 はい。ということで、私は、えー、実名 ID でログインをしました。動画を撮っているのが土曜日なので、残念ながら日本のプロ棋戦は行われていません。基本的にプロの対局と、あとはアマ同士、7D 以上のアマの対局にベットができるそうです。そして、えー、全員最初に3000万ポイントが与えられる。有料会員は1億ポイントが与えられるそうです。で今ね、対局がちょうど進んでいるのが韓国の、えー、棋戦で、 一曲だけありましたので、ここで入ってみます。はい。なんと、それで、新人速弾が、感動イオン九段と対局中です。ここにですね、予想するボタンっていうのがね、今までなかったのがあります。そして、これは何だろう。黒と白の、まあ、勝率みたいなゲージが出ていて、これはね、予想するボタン、まず押してみましょう。このような画面が出てきます。 今は75%。これ75%っていうのは多分かけている人の倍率、人気ですね。75%の人が黒が勝つと予想しているようですね、えー。5つの区間に分けられます。序盤からね、1区間目、2区間目、なんてことなのかな ?20 手ずつなのか、30手ずつなのかちょっとわかりませんが、後でだから後半になって形勢が入れ替わってきたら逆の方にかけることもできるということだと思います。まあ。 10万、100万、1000万、億億まであるんですよね。奥のこっち、チップは、1枚1億のチップがあるってことかな。そして、ハーフ。自分の持っている半分かけちゃう。それから、全部というのがあります。全部いったれみたいな、あるんですね。で、私の保有ポイント、ここに出ています。保有ポイントは、1億もら、持ってたんですけども、ちょっと試して何回かすってしまったので、今、 9億9000万という状態、100万すっちゃったのかっていうところですね。これは、えー、有料会員は1億ポイントを最初にもらえて、で、えー、無料会員の方も3000ポイント、3000万ポイントもらえます。でなくなってしまっても、1日に300万ずつ、あの、ホームページに行けば補充してもらえるそうです。なくなる心配はないということで、で試しに私はどうしようかな、これ。 でもね、これ、うん、新人さん勝っても面白くない。9割9分勝つと思っていますが、勝負師はね、確実な方に行くんですよね。1000万行きましょうか。ね。1000万。えっ、ー、と、今77%ですけども、1.2倍ですけど、1000万私はでもかけちゃうと、もっと下がっちゃうかな。これをやっちゃダメか。皆さんの邪魔になってしまう。じゃあまあ、白の勝ちに、10万だけ参加します。あの、 ちょっとね、この、勝敗予想の画面が、あの、どうしてもこの、動画に取り込めなくて、今画像のみでお見せしているんですけども、ちょっと見えてないとは思いますが、私今、えー、白に10万、ベットしました。あとは、ちょっとね、楽しんでゆっくり見たいと思います。そして、秒読み機能の方ですね、これは、 はい。それで設定画面今出しましたけど、このようにね、音声を5人の中から選びますが、それずつ試しましょうかねお。お願いします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 。 お願いします。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  大体皆さんね、少し長めので打っている、うん、秒読みだけで打っている方って少ないんですよね。韓国サーバーに行きましょうか、これはね。多分その方がいいと思う。はい、どうでしょうか。藤沢里菜さんの秒読み。ちょっと秒読みの音の取りに失敗してやり直しています。まず藤沢里菜さんから。6、7、8、9、 どうですかね取れてるといいんですけど、私には聞こえてなくて、多分取れてると思うんですけど。今は白側だけ秒読みに入っています。

20秒12345うんこんな感じですでは次はさ<秒>美さんにチェンジしてみましょう 20秒1234どうですか上野さんの方が分かりやすいかなと思うんですよ上野さんだってすぐ声で分かる10秒 ド画面八段に十秒ベッドしてきおきましょう。ドカベンあドカベンさんにベッドしておきましょう。だいぶ倍率がすごい三百<秒>倍以上ついている。に頑張れドカベンで百万いきましょう。<laughs> 白勝ち百万。<laughs> あれこれで一点零ゼロ倍になった。あ何やってんの。じゃあ誰もかけてる人がいなかったとか。 まだ操作に慣れていません10秒ということで今回はざっくりですけどもネット対局有限の間の新機能をご紹介していきましたどうだったでしょうか私的にはねすごくこれはね嬉しいニュースで楽しみにしてます何かこれを youtube に使えるかどうかも考えていきますのでいいアイデアがありましたらお寄せください